死んでいる。状況から見て殺人の可能性が高い。もしかして犯人はこの中に。おい、謎は大体解け。ふんわりしてる。見てろよ敦貴、俺が殺人という名のオーケストラを指揮する。死のコンダクターの正体を必ず暴いてみせる。椿師匠、立花さんも何かけて。なんで。よーし、まずはこの腕時計型麻酔銃で。それでは皆さんに私の推理を聞いていただきましょう。別の事件起きてますけど。今回の殺人事件の犯人は岬君、あなただ。ひどい、私が犯人だって証拠でもあるんですか。もちろんあるさ。昨日の夜トイレに起きた時、偶然見ちまったのさ、あんたが犯行に及んでいる姿をな。それ推理じゃなくてただの目撃。てか、なんでその時止めなかったんすか。大したもので、さすが小さな探偵。いや、大したことないよ。この人ただ見てただけだからね。とでも言うと思ったか。まずは立って証拠隠滅してやる。バーロ、お前の人数えてえばいい。相変わらず好き勝手やってんな。何だったんでしょうね、怖かった。僕、長トロライン下りに来ただけなの。お前ら一体何だったんだよ。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価よろしく。どこ行くの師匠。大丈夫、君は一人じゃない。